キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、今日は巨人です。はい、ね、うん、優勝に向けて、うん、ね、まあ、まだまだチャンスあるね、はい、セリーグはね、うん、ゲーム差も低いしね、うん、ヘルナンデスの補強がでかかったね。あれ、ね、当たりましたね。もうめちゃくちゃ打ってるしね、うん、お堂はショックから抜け出してね、はい、でも今ちょっと岡本ショックあるからね、うん、ホームランは打ってたけど ねちょっと確率がね、はい、もうちょっと上がってくればもっとジャイアンツも強くなるなっていうところで、ジャイアンツにトレードに出してあげた方がいい選手、はい、まずはこちらです。オコエ・ルイ。オコエ選手いきますか。いや、こうジャイアンツに来て価値相当上がってると思うね、うん、上がったと思いますよ、やっぱり、うん、楽天でいた時より、はい、でも使わへんやん、うん、そんなね、内野出るとこ出るとヘルナンデスも来ちゃったからね。そうですね。で、まあ、丸が頑張ってる、うん、であと一つのところに、うん、まあ、いろんな選手が出ながらっていうね、はい、まあ、秋広が出たりとか、うん、まあ、萩尾ね、はい、だからちょっと萩尾にちょっと負けちゃってる感あるよね、うん、お声もね、うん、戦いにね、うん、スーパーサブ的には重信とかね、うん、走れるからね、うん、だから長野もいるわけでしょ、はい、ってなってきた時に、うん、やっぱ入る気でもないしね、うん、ちょっと順番点が下がるからね、はい、そう考えると、うん、今26歳、今年27歳、はい、これ今ねちょっと価値が上がったところで、はい、売るっていうね、うん、企業買収のね鉄則だよね、はい、まあ、買収して価値上げてもう一回売るっていう、はい、うん、そういった意味では俺はお声をいいんちゃうかっていう、ワンチャンからね、うん、走れるし、そうそうそう、足速いよ、もういいし、うん、身体能力の高さすごいですね。すごいっすからね、うん、じゃあ あそこかあそこやな、あそこ、あそこしかないな、はい、再生工場あるな、再生工場か、あ、再生工場あるな、なんか合う気がしますよね。合うよな、合うよね、あ、まあ、13回目ね、はい、ではね、はい、今日発表して、今日発表して、ね、うん、続いて、はい、こちらです。松原聖也、あ、今年オープン戦めっちゃ頑張ったからな、はい、ちょっとビッグチャンス、うん、だったけどちょっとね、うん、一軍最初の頃は結構チャンスもらってきたけどね、うん、4月13日が最後で今2軍で、はい、まあ、ちょっとこれノーチャンスやろ、もう、うん、そうですね、立岡がね、さっき言ったように頑張ってるっていうね、うん、ところもあるしね、去年も松原選手言ったような気がしますね。そうそう、だってめっちゃ頑張ってたよ。で、今年監督が変わって新之助になって、はい、でキャンプでも結果出して、うん、オープン戦も結果出して、うん、チャンスもらったけどつかめんかって、はい、これはまあ本人の問題だけどね、うん、これはね、はい、チームが悪いっていうよりやっぱ新之助はチャンス与えてるからね、うん、そこで勝てなかったっていうところをね、うん、考えると本人の責任だけども、はい、もうこうなったらもうここのままいても仕方ないから、はい、環境変えよ、うんうん、新規一点、うん、新規一点変えて、はい、チャンスをものにしようっていうところでは、うん、まあいいんちゃうかっていうね、はい、でね、ない、もう絶対ないけど、うん、お一人いいんだよ、はい、野手、うん、中山ライト、中山選手ね、いや絶対ないよ、はい、あの2軍で3割3分9厘ってホームラン2本、はい、これを紹介したかっただけ、はい、確かに若いしね、うん、めっちゃ打ってんで、はい、2軍で3割3分9厘、うん、ホームラン2本、しかも35試合で出るからね、うん、これあの5試合ぐらいだった話は変わるんだけど、はい、35試合も出てて、うん、OPS876 だよ。お、得点圏打率4割9厘やろ、はい、めっちゃ活躍してるやん。で、まあ、22歳なんで、まあ、じゃあこっからワンチャン、まあ、今伊豆口ね、門脇いるけど、うん、はい、ワンチャン使ってっても面白いよな、うん、1回、確かにここまで頑張ってるから、うん、これで一気にそれこそ立岡じゃないけども、はい、グッといく可能性もあるし、うん、ちょっと1回使ってやってほしいよな、ね、うんうん、この動画が出る前にもう使ってやってる可能性あるけどね、使ってやってるけどダメでしたみたいな、はい、なってる可能性もあるし、はい、使ってたら一気にいきましたっていうね、うん、ところもあるから、まあ、まだ若いから出してあげた方がいいんじゃないのかとは思わないけど、はい、こんだけ成績いいから使ってあげてほしいっていうね、はい、ところはあるよね、うん、正直 ね、去年ね、それでも使わないんだったら、はい、もうとりあえずに出してあげた方がいいんちゃうかって後々になるよね、うんうん、で続いてピッチャー、はい、こちらです。今村信孝、はい、30歳、早生まれ、今年31歳、うん、13年目、2軍では防御率 1.11、 おー、抑えてますね、うん、21試合投げて、うん、ね、でも1軍はさ、高梨、うん、応援いんのよ、はい、左、そこがね、今硬いですからね、まあ、いると思うよ、うん、チームとしてね、はい、でもやっぱり本人は常時1軍にいて活躍したいじゃん、うん、そうなった時にノーチャンスなんだって、中川がさ、はい、不調で落ちても今村じゃなかったんだ、そうですね、そっか、そうなってきたら、このままだって中川が復調してきたら中川が上がるわけでしょ、うん、
より今村の席ないじゃん、うん、順番がちょっともう番手下になってきてるってことですね。それだったらワンチャンね、今リリーフで、うん、しかも買いまたぎとかもできるからね、はい、長いリリーフもロングリリーフもできる日でやりって考えると、うん、結構需要あると思うから、うん、使わないんだったら俺は出してあげてもいいんちゃうかってことですね、はい。で、続いて、はい、高橋優輝。ああ、高橋優輝投手今 どうしてるの、うん、怪我してんじゃん。また怪我したんすか。いや1試合しか投げてへんで、ね、2軍で3軍ちゃいますか。3軍いってんのかな。ファームで1試合、まあ、3月26日には3軍降格って言われてるんですけど、あ、じゃあ3軍で投げてるのかな、ってことか。だからファームの試合も出てないってことか。だから新規一点、ここは環境チェンジ、はい、環境チェンジ、うん、もう、うん、輝きを取り戻すために、はい、ワンチャン、うん、あ、うん、高橋優輝投手昨日ニュース出てますよ、うん、これプロアマ交流戦内ですね、4回2失点、うん、4回2失点って、はい、セガサミー戦って、あ、じゃあ元気なの。元気だ、ね、うん、怪我してるわけではないですね。もう限界なのかどうなのかっていうね、うん、ところだね。だ環境を一回変えてみたらどうだっていう提案ですね。どうだっていう、そう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 、うん、もう一歩間違ったら現役ドラフトに乗るかもしれないっていうね、うん、ところもあるけどもね、はい、あとは、うん、ちょっとウルトラCなんだけどもね、はい、こうありなのかなっていうところもあるんだけども、はい、俺はワンチャンいいんちゃうかっていうのはね、うん、ババコウスキ。え、来たばっか。だから言ってん。来たばっか。だからありかどうかが分からない、うん、現役ドラフトで取って で、ね、でも、うん、ね、あの今年2軍では 2.84、うん、19試合投げて、うん、抑えてるわけよ、はい、そこそこね。1軍でもちょっと投げて、1軍はね、はい、5月22日に1試合だけ投げてる、うん、抑えてますよね、うん、だけなのよ、うん、だからまあチーム事情もあるじゃん ね、 あ で、 すね。で今1軍のリリーフでいうと、まあ、西田でね、うん、赤星、はい、まあ、ここ先発いくかも分かんないけど、うん、でケラー、うん、でバルドナード、うん、高梨、うん、船場様、うん、泉、うん、大江、うん、それだけで8人いるから。なんか去年巨人のリリーフが課題だって言って馬場投手入ってきて、あ、これはいいねって言ってたけど出どころないんですね。西舘が全部、うん、だから西舘がカバーして、あとケラーが入ってき て、はい、でバルドナードの一本立ちっていうね、うそこで終わりました。分かんないな、どうその年変わるか。で船場様が2年目でね、うん、より左右のサイドで安定して使いやす、あと泉がね、はい、トレードで来たっていう新しい戦力がね、結構バーってきてね、そこに今ね勝ててないですね。ってなったら馬場もやっぱいいからね、うん、ワンチャン、うん、大丈夫、ここに大丈夫なのかなっていうところあるけども、うん、阪神でも良かったわけですからね。そうそうそう、でも出番がないから来たわけでね、でもウルシャラ来たらウルシャラめっちゃ頑張ってるし、ね、そうですね、そういった意味ではババアもね、うん、使わないんだったらね、まあ、いけそうだからね、うん、トレードっていうのもワンチャンいいんちゃうかっていうところは、うん、仙台大学だからね。そうです、そうです。でもいるよあのチーム、もうリリーフはそうですよ、うん、でもあそこと一番取引が多いんですよ、うん、そうだね、はい、うん、でも違う取引先もあるからまだ、うん、じゃあハマりそうなチームがあるってことですね。あるあるある、全然宮城県出身はね、そうですよ、全然ある、うん、俺はそっち方面行かへんけど、はい、そっち方面行かせる、あるからいいところが、お、それ13回目だ、13回目に発表してくれるんですね。でも今村馬場はいい選手取れると思うけどね、うん、そうですね、正直ね、うん、全然今すぐでも使えると思うからね、うんうん、それチーム的に使えないだけでね、はい、枠がないってことですね、うん、しかも大勢が復活したら大勢そこに入っておるから、うん、よりリーフ枠ないからね、はい、もう大勢投げ始めてるからね、うん、練習試合、そしたらやっぱ違うチーム必要なところに行った方がいい気がしますね。そうそうそう、だからまあ、うん、いると思って取ったけど、まあ、うまく取らで埋まったから、じゃあ馬場のためにもね、はい、うん、16問キック炸裂するためにもね、16問キック、え、知らん感じ、16問キックダイヤ、うん、あー、これまた分かんない、ババチョップ知らんの、ババチョップは知ってる、うん、これな、うん、はい、16問キック知らない、動画見ときましょうか、そうだね、16問キック、はい、まあ、ということでね、はい、ジャイアンツの皆さんどうですか、はい。